もしもーす。入ってます。入ってます。よーすけさーん。あ、ごめんなさい、今入ってます。聞こえてますかー。すいません、ちょっと今。ごめんなさい、今話しかけられて。サブカルの皆さん、こんばんは。内田真彩です。お、真彩ちゃん。お久しぶりです。元気？久しぶりに来れてとっても嬉しいです。でも今日もよろしくお願いします。では早速この王国のしきたりのクイズ行ってみましょう。いい、私内田真彩が今まで一番声に出して読んだ漫画は何でしょうか。もう一回いきますね、うん、私内田真彩が今まで一番声に出して読んだ漫画は何でしょうか。はい、これは結構こう叫びたくなるセリフだったりとか、あ、そうだよね、心にこうグッとくるセリフだったりがたくさんでですね、こう読んでるうちに、うん、絵で見ているうちに声に出したくなるっていう、そういう魅力がありました。だよね。さてわかるかな、うん、共感するよ。ではシンキングタイムスタート。ごめん、本当に 今のヒントなの今。王子めちゃくちゃわかるみたいな感じだったですけど、ね、え、あれ、わかりますよみたいな。もう全然わかりますよ。あ、本当ですか。真彩ちゃんのことですからね。なるほど。もう熟知している。余裕でしょ。なるほど。彼はどうなんだ。なんだろう。声に出したくない。時間がない。叫びたいでしょ。ドラゴンボールとか。いやー、なるほど。叫びたくない。真彩ちゃんがそんな、お前、カメハメは言うか、ほんと。なるほど。なるほど。なんですか？僕は多分、ナルトだと思います。あ、なるほどね。いやー、これ絶対男塾でしょ。はい、時間です。男塾だと思います。それでは答えの発表です。うん、答えは、うん、アオハライドです。はい、佐々木伊代先生の漫画ですね。こちらのアニメでは、まあ、私は双葉を演じさせていただいていたので、なんだよ、もちろんそうじゃないかと思うかもしれないんですけれども、これがですね、本当にこう漫画を読んでいて、こうのめり込んでいくとですね、こう括弧の中のセリフ以外のこう外枠に出てるセリフってあるじゃないですか。あそこもね、読みたくなるんですよ、こう声に出して。でしかも自分の頭の中には他のキャラクターの声も、もう当然ね、こう覚えてるわけですよね。なので私アフレコしてる時なんかはその、キャラクターたちの声をイメージしながら読みながらお家でよく読んでおりました。いやー、懐かしいですね。2014年とかでしたっけね。アオハライド、ぜひアニメの方も面白いですので見ていただければと思います。はい、さて私内田真彩は11枚目のシングル「ハートビートシティいつか雲が晴れたなら」を11月25日にリリースします。こちらは両 A 面シングルになっておりまして、2曲作ったんですけれども、いやー、なんか私としてはですね、新しい内田真彩なんじゃないかなと思います。というのも、今回 KZ さん、そしてタク井上さんのお二人に曲を書いてもらったんですが、お二人の曲と私のこの歌というのがなんかこうマッチングとして今までなかったような感じなんですよね。で、歌い方もたくさんこう指導していただいて、新しい歌唱方法というか、あ、こんなに力を抜いてこんなにもリラックスして歌っていいんだなっていうところを見つけたので、なんだかまた一歩踏み出せたような気がしています。ぜひぜひこちら両方とも聴いていただきたいなと思います。よろしくお願いします。そしてイベントが2つ決まっております。まずはこの CD のリリースイベント、メッセージお渡し会というものを開催します。こちらではメッセージを皆さんにいただいて、それを私が読み上げていくっていうイベントになっていくので、ぜひご興味ある方はご応募していただければなと思います。そして12月27日には久しぶりのイベント、お客さんを入れて行います。マーヤハートミートパーティー、会場は千葉の森のホール21です。昼夜2部制となっておりまして、夜は配信も予定しています。チケットなど詳細は内田真彩公式サイトをご覧ください。ではでは、最後に11月25日にリリースになります、11枚目のシングル「ハートビートシティいつか雲が晴れたなら」より、ハートビートシティを聴いてください。内田真彩でした。いや、おしゃれな曲やね。そうですね、うん、で青葉ライドね、うん、まあ、彼女が声やって、はい、いや惜しかった。誰も惜しくなかった気がします。まあ、そう男塾と設定大体似てるから。似てるんですか。高校、そうなんですか。確かに高校、はい、まず1個、ね、うん、青春青春、青春、うん、
っぱね結構大きいですよ。くくりが大きすぎません。男子高校生もやはりこれ恋をするっていうことで、はい、でも男ってなんだろうっていうのをね、はい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 、問うわけですけど、はい、なるほど。男塾も、うん、男とは何ぞやと解く あれなんですか、 恋的なものなんですか、うん、恋愛的な、恋愛的な要素が多いですか、まあ、ある意味そういうもんだね、ある意味、ある意味、うん、どんくらいのある意味か、もう戦いにこうね恋をするというね。あーなるほど、ちょっと熱いものが、はい、ごめんなさいでしたいやあのねミスリードですよ。確かにちょっと完璧にあのハメにいってるからね。まあ確かにそうですね、うん、自分のやってるそうキャラとかっていうあれだったんですよね、わかりやすかったけど、でもねそれがまたね振り回されていいんじゃないですか。そうですね、わかります。ブンブンと振り回していただければと思いますはい、お願いします、はい、ということで、ハートビートシティ、あの発売をこれからされるということなんで、うん、やっぱね可愛いね、そうですね、ねえチェックしてちょうだい。ということでまやちゃん、今度こそ出てこいや。